まあ、やっぱブログはすごく今増えてるじゃないですか、うん、でもやっぱこの人のブログ読みたいっていうのはなかなかそんなに、まあ、正直ない。僕は去年の10月からずっと言ってるんですけど、はい、オリジナリティがあるなんかサイトがなくなってるなって。あ、みんなそうですね。取り調の解説方法ばっかり言ってた、うん、なんかブログ見るんだったらもうコインテレグラフさんの情報を見た方が早い、はい、当時トレード手法を公開してる人もいなかったじゃないですか。あんまりいなかったですね。マナさんポインさんとかもトレードはあんまり書いてなかったし。そうですね。でそれをブログのきっかけでやったらなんかすごい、そうですね、ま、気がついた。リアルタイムでこう毎日更新して、あ、そうです、ね、今日はこの銘柄に入って、でこの銘柄を売ってみたいなのを、何パーセント取ってみたいなのを毎日やってて、アフィリエイトが爆発したのが1月ですね。市場が盛り上がってる時に新規がバーッと入ってきて、それがもうみんなせいやさんをのブログから口座開設したりとかしてっていうことです。だビットバンクとかバイナンスをずっと押してたんですよ。めちゃくちゃ貢献してるんじゃないかな。ああ、どれぐらいですか、言える範囲で。金額的に一番マックスで月多分4000ぐらい。ああ、はい、4000万か。はい。かブログ書くときもなんか最初に結論持ってくるとか、ね、はい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 、大体上でみんな離脱しちゃうんで、あ、自分の言いたいことを一番下に持ってきても読まれないんです、はい、結局自分で商品作って全部自分で売り込み行ってるから。そうですよね、ブログ会社やってるのと変わらないじゃないですか。そうですね、自分で、うん、そう、そこがちゃんとできるからですよね。確かに仮想通貨投資だけだったらなんかこう結構リスクもあるじゃないですか、まあ、なくなる可能性もあるんですけど、ブログはリスクないですよね。そうですね、アフィリエイトだってサーバー代毎月1000円払って、うん、やるだけで月100万200万って収入が出る可能性があるんで、まあ、それ大きいですよね。投資は投資として平常心を保てる人、それ理由かなと思って。そうですね、確かに。ロシアで仮想通貨ブロガーが変死したん。ああ、ね、ありましたね。僕やっぱ危機感あるから。あります、ね、僕はもう絶対出さないって決めてるんで、はい、もう何でかっていうと、それがいいと思う。そう、特に持ち家なんで僕の場合は。あ、そうですよ、特定されちゃうともう動けないから。もう怖いじゃないですか、正直。怖いですね。まあそこまで過激な人がじゃあ日本にいるかって言ったらちょっと分かんないですけど、でもそういうリスクはやっぱ背負っちゃう。そうですよね、家に盗難もし入った時にじゃあどうしようみたいな、うん、金庫とか、まあ、銀行の貸金庫にハードウェアウォレット預けたりとか、そういうのは、まあ、特にブロガーはしといた方がいいですよね、目立ってる分。まあそうですね、結局フォロワーね4万人いたら、もう言い方あれだけど、まともじゃない人も絶対いるじゃないですか。まあまあ悪意持った人はいる可能性ありますからね。